梅雨らしい天気が、ね、今週は続くみたいですね。まあ、先週末の大雨にかね、あんまりこちらは影響なくて良かったけど、まあ、いつそうなるか分かんないから、まあ、皆さんも注意しながら生活をしていきたいというふうに思います。日曜にね、仮殿に行ったの。あ、消えちゃった。杉浦さんおすすめの仮殿に行ってきました。天満宮いた。日曜日。人が少なくて、何時ぐらい行った？7時半。ああ、僕らがね、あ、6時半に出たか。だから、ちょっとずれたぐらいか。ちょびっとだけ人多かったんじゃない？ああ、そんなもん。すごい綺麗だったよ。ね、天気も良かったしね、その後、菖蒲のところも回ったの。もう回ってないの？もったいない。浜戸神社。あ、上に行ったの？ああ、そうなの。すごい綺麗だったんです。まあ、これ3年ぐらいあるみたいだから、まあ、すぐに出なくてもいいと思うけど、上なんかどうやって植物を乗っけたんだろうなって、すごい不思議だったけど、これ朝7時前ぐらいだと思うけど、すごく日曜日だったけど、参拝の方は少なかったですね。夜はライトアップされてるみたいだから、皆さんもぜひ。あと、この食卓の向こう側の本が届いたので、まあ、これ多分一番初めにこれが出たのが2007年だから、元の本が出たのがもう15年ぐらい前の本だけど、まあ、こういう感じで関東はカラーの漫画がずっとね、ついています。これみんな1冊ずつ取ってもらって、ぜひ読んでください。1冊ね、あげるので、ここには、ね、コミック編として真相になったんだけど、まあ、万病退散ね、全国に広がるアイウェイ体操のメカニズムと効果も収録なんて書いてあるけれども、まあ、岡崎先生の漫画なども載ってるので、まあ、ぜひね、勉強してください。芦ノ湖体操は載ってません。で、今週なんだけど、ミーティングだよね。ミーティングの翌日が、ベロトレの取材があって、お昼ね、それやります。で、8日なんだけど、お昼はこれみんな資料を、多分動機づけ面接の資料持ってるかな。持ってない人いたらコピーして、で、一度は目を通してください。で、1時から勉強会、2人も全員で参加してください。で、お昼は用意するから、軽食食べながらなので、準備しなくていいし、みんなもお弁当とか持ってこなくていいです。まあ、ぜひね、動機づけ面接は別に診療するからしないとか、しないからいいやじゃなくって、日常生活で生活する時にも非常にこう有効な手段だから、知ってるととっても役に立つと思いますから、ぜひみんなで勉強しましょう。そんなもんかな。以上です。